お、いいね。お、いいね。気持ちいいね。はい、どうもこんにちは。裏切りマンキーコンビです。富士修行会、はい、はい、修行するんですか。修行させていただきたいんですけども。あ、するんですか。まあちょっと修行会とは言ったんですが、はい、修行結果発表会になります。あ、これ発表会、すいません。あ、そうなの。ちょっとね、先日、うん、あのほのかちゃん、またねちょっと動画にもやらさせていただきましたけども、うん、ほのかちゃんに、うん、あのマンツーマンで、うん、あの1時間ぐらいタイマンをやるっていうちょっと修行を受けまして。配信で、いや裏で、裏でやんなよ、うん。あ、いや、そこを見てんだよ。そこを見たいのよ、みんな。何を教えてもらったか見たいのよ。裏でやんなよ。成果見て。気持ち悪いおじさんだな。今から成果見て、これと。まず、単純にそれは、本当にその、あの、なんつうの、対マンのやり方を教えてもらったんで。そう。あの、ほのかちゃんの、あの、両親の方、ちょっと、届いてほしいんだけど、本当に危ないからやめてた方がいいですよ。なんか変な注意喚起すんの。今頑張ってるよ。私はね、既婚で、あの、女房というね、愛してる方がいますけど、こいつは本当に怪しいんでちょっと気をつけた。やめろその、おい、やめとこうって流れたの。俺の強くない。何教えてもらったの。まずそれもわかんねえし、まあ、対面は基本やっぱり、まあ、基本は基本なんだけど、うん、そのこのまあ障害物を使う、うん、何より、うん、で、あとはちょっと今まだ見せてないけど、うん、この平面の打ち合いはま、うん、っすぐ打つ。その、うん、俺かけてたの上から。あ、はいはい、そうっていうのを、その前にもね、うん、ほのかちゃんがスプラ学会出てくれた時に、うん、教えてくれたんだけど、うん、俺それできてなかったから、うん、それをやって。それなんでまっすぐかけんの。え、飛距離変わんないのと、うん、あと上からかけるとその着弾が遅いじゃん、うん、その分。はい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 、そうだから、その早く敵を倒すためにまっすぐってってね、うん、そこまで言わないと視聴者わかんないよ。なるほど、ごめん。ハウツーだからね。そう、うちの動画ハウツーだからね。ハウツーだよ。惜しい。お、あ、落とせてる。オッケーオッケー。で、やっぱね、その、うん、エナスタを貯める動きは基本やっぱしないです、うん、私は。あ、そう。その倒すのにやっぱ邪魔になっちゃうから、うん、しない感じです。うん、じゃあ、あ、まあ炭酸があるか。そう、炭酸だと調整するから。で、はい、ちょっと注意します。うん、まあ、溜める動きは別にしなくてもいいと思うけど、倒す方にシフトするならね、吐けるのに吐かない場面はやめてほしいな。まあこの試合も勝ちだな。もうカットしてもいいぐらい、終わりまで。え、すげえ調子いいのに。うん、じゃあもう待って、勝ちだ。うぅ、びっくりした。相手もびっくりしてる。相手もびっくりしてるから。いや、いい、相手がびっくりしたとかいいね。俺がびっくりした。空治もびっくりしてるけど、相手もびっくりしてるから。相手の気持ちいい。まあでも教えてもらったのは、その本当に大きく分けると2つ、うん、と、まあ打開に関しては前も言ったけど、うん、サイドからっていうのも、うん、もうもっと、もうずっとサイドでですって言われた。全部サイドにしてくださいって言われた。あ、本当？そう、もう気になるんだね。前の、だから、その動画を見てくれたわけよ、うん、で、その、やっぱりまだ真ん中からなんか、いや、だからもういいよ、その裏でやったやつ、モノマネでめんどくせえな。動画にしてくれよ、それを。そうか、いいよ、もうなんで動画にしないの、それ。ちゃんと教えてもらっちゃいました。いや、もう全部さ、やっぱ聞くなら動画にしてたら、なんかこう、なるほどみたいなやっちゃうなと思って、もう全部聞いちゃいました。藤なりのね。そう、俺なりにやっぱこの本当に聞くならやっぱ動画にしちゃダメだなっていう。真面目にやってる時は動画にしない。エンタメ入れちゃダメだなって。まあまあ言ってることはわかる。動画にしてる時ってやっぱちょっとあるからね。真面目にやっててもやっぱちょっと、いや、そうそう、回ってるなっていうやっぱ意識は多少なりともあるから。ふざけてもいないし、うん、真面目なんだけど、西田君もそうじゃん。やっぱ動画回した時の方がやっぱり戦績は悪くなるわけだ、絶対、うん、そういう感覚です、うん、はい、さあ、ザト
まあでも今回の修行はそのエリアに限らず、うん、その全部に言えることだから、うん、そう対面力だから。あ、そう、初動どうしろとか言われないの？初動だからやっぱり溜める動きももちろん、うん、だからなんかステージによっては溜めろって言われた。うん、そう、いやー下手くそ、ごめんなさい。あと結構大事な、うん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 、お評会員はやるなって言われた。必戦でお評会員はやるなって。あー、だからもう武器変えた方がいいよって。もう無理、その無理っていうか本当に難しいから、うん、なんかまあ、避けるっていうのを全然していいなら避けた方がいい、うん。あの、俺もそれ思うんだけどさ、うん、若い子ほどやっぱちゃんとそれやるんだよね。ああ、そのステージ選び、うん、やっぱパワー上げるってなるとね、そこも別に汚いってじゃないんだよな。なんかおじさんほどなんかそんなこだわってやってるイメージあるね。それあるな、フェスの時とかいつもそれ思うわ。意外とみんななんか、あ、この時間帯はやらないみたいなの意外とやってんだよな、みんな。うん、だ、逆にそっちの方が真面目なんだよ、多分。うん、そう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 。うわー、足んなかった、ごめん。おいね、おいね、気持ちいいね。おおおおおお、あ、うまい。でも、はい、よいしょ。うん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 。ああ、まあね、段差下入ってかも引くか、そうね、うん、ちゃんと場所分かってないならね、場所分かってたら今の動きしないな。いい線、いい線、いい視線を引いてる。うん、全然イカに見てないね。今の俺じゃない、俺じゃない、今のダメだし。俺にじゃなかった。あー、ごめんなさい。いや、今のぐらい怒られたやつやった。え、なんて怒られたん？そのこっちに突っ込んでこれるインクがあるとこで炭酸投げる、炭酸投げるなね、うん、やった、今完全に。うんうん、うん、いいね。いや、下がりきれ、止まっちゃった。もうまあこの試合ももうほぼ勝ちだな。スペシャル的にもちょっと相手厳しいな、こいついるしな。これはもうドッキー抜いてこっちかな。これ意外と高いんだよ。うんうんうん、よし、ちょっと決めますここで。はい、倍外転とかも、まあ、でも、うん、確かにさっき水沢のあれ言ってたけど、
あのイカ人見てねえな、それ、うん、イカ人はやっぱね、超通用してる。まあこのレベル帯はな、見えな、見てないだろうな。それとかね。そうね、まあでも意外と起伏あるから上の帯でも見落とすとき見落とすな。あら、ん？お、嘘、うん、さあボールドだけどこだ、開いたね。いたってことはもう体出して大丈夫だからね。そこ以外怖くないか。おおお、あ、いいね、いいダブル、ね、それいいダブル。かけるかけるをね、しないようにしたので、ね、だいぶ変わった。やっぱ心なしか飛距離伸びてる。うん、直接当てる。おお、いいね、2-1交換を取り続けるだけで勝てるはずなんですが、どうでしょうか。いやいや、勝てると思うよ。おお、それ取れるんだね。いやー、降りなかったか。降りて呼んで。今のもドリンク吐きたかったな、溜まってたし。でもそれもね、うん、相談したんですよ、うん、ドリンク吐けなくて、うん、その無駄そのやられちゃうみたいな。いやでもそれは多分まだそのなんですか、うまくなりきれてないからだと思います、うん、今はやっぱその必戦で敵見つけてそいつやりに行くで多分頭いっぱいになるから、うん、それができるようになって安定したのがいいと思います。うん、裏で言われた。いやだから表で言わせろその女に。おい、ほのかちゃん悪くない。ほのかちゃんがあのやめてくださいって言われた。動画化しないでください。後ろから落としてる。あー、見てるね。どうしようかな。いや、どうしようかな。取れてた。はい。お、いい。あー、いいね。うわー、ごめん。あー、もったいないね。やりきれなかった今。まあね、今のも生きてさえいればドリンク入ってすっげーいい状況になったからね。そうね。うん。取りたいね。うん、取りたい。いやー、惜しい。ここ超チャンス。ドリンクも入ってて、あ、やっぱドリンク強いよな。いやー、ドリンクだ。藤井ドリンクだわ。ないか。なんか言われるんですね。ドリンクだ、やっぱ。ちょうだい、ひひだるま、ちょうだい。あー、OK。あー、ドリンクじゃん、ドリンク。ドリンクだわ。ナイス。あー、もう、もう少し。しかも半分溜まってんだ。あー、そこ強いね。これも勝ちなんじゃない。それで、いけないかしら。入るは入るけど。おお、2人いた。ごめん。まあまあまあ、最低限。最低限ではある。まあ、帝王もないしな。あー、黒手子がいたか。あー、厳しい。
KO でも持ってんな、ちゃんと。うん、あ、でもちょっと無理かな。すがりまないでしょ。うん、うん、はい、まあまあ確かに意識は変わった感じはあるかな。打ち合いの意識は変わってる。うん、敵倒してるよいつもより。うんうん、うん、そう、なんかだからもちろん多分西澤が教えてくれてる、うん、やっぱエナスタをまずは意識する、うん、で上げ出してから戦うとか、うん、そういう部分は絶対大事なんだけど、うん、多分だからほのかちゃんも相当気使って、うん、だ遠回しにお前まだ下手だからそんな考えんなってああま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 あ言ってほしいかなっていう、うん、まあそれはまああるよな、解釈をしてます。いや、いいと思うよ、はい、うん、だから今はとりあえずその、うん、もうメインで倒す、うん、でやれることなさそうな時は炭酸するっていう、うん、この2つで、うん、はい、やらせていただきます、はいはい、まあ2200超えてからまた会いましょうかそれまで勝手にやってみてください、うん、勝手にやってみてくださいわかりました、はい、まあでもこれそういう武器はゲットしてるんで、うん、はい、ちょっとね頑張りたいと思いますので、はい、はい、チャンネル登録お願いします。